フリクションシリーズフリクションは、株式会社パイロットコーポレーションが販売する筆記具のシリーズ名である。ゲルインキボールペン、フリクションボールのほか、サインペン、色鉛筆、蛍光ペンなど、複数の商品を展開している。温度変化により色が変わるインクを使用しており、ペンの後ろについているラバーで擦ることにより、摩擦熱で筆跡は無色となり消すことができる。そのため、 消しカスは出ない。なお、摩擦熱による小色温度は摂氏65度に設計されているため、これを上回る高温の環境では書いた内容が、端から全部消え、逆にまた色温度を下回る環境では消した内容まで復活する。2006年にフランスでボールペン、フリクションボールを発売。同年11月に蛍光ペンであるフリクションライトを発売。 日本国内では2007年3月にボールペン、フリクションボールの発売を開始した。フリクションボールキャップ式。ペン先の太さが0 5ト、mm、ルのフリクションボール05と0 7ト、mm、ルのフリクションボール07がある。フリクションボールノックノック式。ペン先の太さは0 5ト、mm、ルと0 7ト、mm、ルと1 0ト、mm、ルがある。当初は黒、赤。 青の3色のみで、あとに7色が追加されて、全10色のラインナップとなっている。消去用ラバーがある関係で、通常のノック式ではなく、クリップ部分をスライドして、ペン先を出す形になっている。2011年以降は、デザインシリーズも展開され、フリクションシリーズの中心的な位置づけになっている。さらに2018年4月には、1.0mm が発売された。 フリクションボールビズ、フリクションポイントビズキャップ式。通常のフリクションボール、フリクションポイントレヨンをビジネス向けのデザインにしたもの。2008年から発売されたフリクションボールビズの初代モデルはすでに廃盤。フリクションライト擦ると消えるンキを利用した蛍光ペン。ソフトカラーやナチュラルカラーもラインナップされている。フリクション色鉛筆擦ると消える色鉛筆。 なお販売時、単品の場合は、先端が削られていない状態で販売。下記のフリクションカラードペンシルとは異なり、未修学時をメインターゲット層とする。全12色。フリクションカラードペンシル大人のフリクション色鉛筆というキャッチコピーが入った色鉛筆。ネイビー軸に滑り止めのヘリンボーンパターンが特徴。全24色。フリクションボール鉛筆キャップ式。 ペン先の太さは0 7ト、mm、ル。24色を揃えた製品である。実際は色鉛筆ではなく消せるンキを利用したボールペンである。2013年11月よりフリクション色鉛筆から製品名が変更された。現在は廃盤。フリクションカラーズ擦ると消えるンキを利用した水性サインペン。24色が発売されている。フリクションボール3黒。 赤、青の三色ボールペン。ボール 0.38mm、0.5mm。メタルパーツや、ウッドパーツを取り入れた高級モデルもある。2018年にスリムボディが発売され、従来の買いモデルは生産終了となる。フリクションボールスリム038ノック式で、細身の形状が特徴。クリップレス。ボール 0.38mm、フリクションボールノックビズノック式。 通常のフリクションボールノックをビジネス向けのデザインにしたもの。消去用ラバーを初めてキャップで覆った。フリクションスタンプ手帳などに便利な消せるスタンプ。後ろの消去用ラバーで消す。陰面デザインは30種類ある。フリクションボール4黒、赤、青、緑の4色ボールペン。ボール0.38、0.5mm。フリクションボール2黒、赤の2色ボールペン。 ボール 0.38mm、0.5mm。軸自体がスリムな上、グリップから、先の段差も解消されたため、手帳などに差しやすくなった。フリクションボールにクロ、赤の二色ボールペン、回転式、ボール 0.38mm。 フリクションボールスリムビズこちらはクリップがある。ステンレス軸で軸後部のみに色が入る。ボール 0.38mm。フリクションファインライナー万年筆に使われる毛細管現象を応用し軽い筆圧でもかける。プラスチックのペン先で最後まで一定の線幅を保つ。フリクションポイントのクレイヨンペン先にシナジーチップを採用した。クリップやペン先は 金属となっている。また、軸は1 0 6ト、mm、ルと、フリクションボールノックの、11. 1 1 1トルよりあやや、スリムになった。ラインナップは全8色。価格は250円。フリクションポイント0四キャップ式。ペン先の太さは0 4ト、mm、ル同社のハイテックシーやカバリエ同様の3.4次式。ニードルチップを採用。フリクションボールとは、軸のデザインや、 ペン先の形状が異なる。開発の歴史パイロットコーポレーション。2016年3月24日。閲覧。パイロット。三菱鉛筆と本家争い消せるボールペンで提訴47ニュース。2011年2月23日消せる。ペン特許訴訟。パイロット側が。請求放棄。読売新聞。2012年11月7日。インターネットアーカイブ。滝田聖一郎。書いた。 こすった。消えた。消せるボールペン開発物語、ブックピープル、小学館、2015年2月27日閲覧。消せるボールペン、フリクションボールノック10周年記念バージョン、限定発売。パイロットコーポレーション、2019年8月28日閲覧。ありがとうございます。